はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、この前、先日掃除してますとか洗濯機気になるとか言ってましたけども、やっぱり、よく あんまりそういう激しくはしない方がいいとね、いうふうに皆様から言われてます。まあそれもそうなんですけどもね、ホコリやカビ菌やちょっと怖いよって言われてますけども、まあそんな中でもやっぱ免疫抑制剤を少なくしていったことによって起こる GVHD 拒絶反応副作用の方が僕の中ではちょっと怖いんですよね。それはホコリやカビ菌で、ね、肺炎になってしまうとかっていう風なのもそれはもちろん怖いですけども、やっぱり拒絶反応で出てくる症状とかの方に恐怖を感じるんですよね。ようよう考えてみると、やっぱ病院で入院中に起こったことがまた起こるんじゃないかなとかっていう風に思ってしまいます。まあでも家に帰れてる状態であれば病院で起こるような症状は出ないよっていう風には言われて退院してるんで、まあ、あまりにもひどかったらすぐね、まず病院に連絡して行ったらいいだけなんですけども、まあ、行くのもね、近くはないんで大変なんですけども、まあ怖いなっていうのは正直あります。まだ出てません、そういう症状は。ね、お尻がちょっと痛くなってるだけで、あれから全然何も変わらずですけども、まあ、いつ出るか分かんないんでね、用心、まあ、手洗いうがいはねきっちりマスクもちゃんとして、ね、清潔に過ごしていく次第でございます、ね、いつ出るか分からないものなんでね、まあ、抗がん剤の副作用もしんどかったし、またああいうことが起きるんかっていう、まあそこまでのことはね起きないとは思いますけども、まあ頑張って薬、まあまあね、決められた分量はしっかり飲んでしていきたいと思います。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。